カラフト、チシマ交換条約。カラフト、チシマ交換条約。カラフト、チシマ交換条約は、明治8年、1875年5月7日に、日本とロシア帝国との間で国境を確定するために、サンクトペテルブルクで署名され、同年8月22日に、東京にて批准され締約された条約。チシマ、カラフト交換条約や、署名した場所からとって、 サンクトペテルブルク条約と呼ぶ場合もある。日本とロシアとの国境は安政元年1855年の日露和新条約において千島列島、クリル列島のエトロフ島とウルップ島との間に定められたが、カラフトについては国境を定めることができず、日露根獣の地とされた。1856年に、 クリミア戦争が終結すると、ロシアのカラフト開発が本格化し、日露の紛争が頻発するようになった。函館奉行、小出秀美は、カラフトでの国境確定が急務と考え、北位48度を国境とすること、あるいは、ウルップ島からオンネジメコタン島、オネコタン島までの千島列島と交換に、カラフトをロシア領とすることを権限た。徳川幕府は、 小出の権限等により、ほぼ北位48度にある久差春内、現、イリンスキーで国境を確定することとし、慶応2年、1867年、石川としと、小出秀美をペテルブルクに派遣し、カラフト国境を確定交渉を行った。しかし、カラフト国境を確定は不調に終わり、カラフトはこれまで通りとされた、日露間カラフト島仮規則。これにより、 幕府とロシアは競うようにカラフトに大量の移民を送り込み始めたので、現地は日本人、ロシア人、アイヌ人の三者間の摩擦が増えて不穏な情勢になった。日露間カラフト島仮規則では、カラフトに国境を定めることができなかったため、明治に入っても日露両国の紛争が頻発した。こうした事態に対して、日本政府内では、 カラフト前頭の領有内視カラフト島を南北に区分し、両国民の住み分けを求める添島種臣外務教の意見と遠隔地のカラフトを早く放棄し、北海道の開拓に全力を注ぐべきだとするカラフト法規論を掲げる黒清高開拓時間の二つの意見は存在していた。その後、添島が正観論でケアすることなどにより、黒らのカラフト法規論が、 明治政府内部で優勢となった。明治7年、1874年3月、カラフト全島をロシア領とし、その代わりに、ウルップ島以北の諸島を日本が領有することなど、カラフト法規論に基づく訓令を携えて、特命全権大使、榎本武明はサンクトペテルブルクをもむいた。榎本とロシア外務省アジア局長、 アレクサンドル・ゴルチャコフロシア外相との間で交渉が進められ、その結果、カラフトでの日本の権益を放棄する代わりに、ウルップ島以北の千島十八島をロシアが日本に譲渡すること、及び両国資産の買い取り、漁業検証人などを取り決めたカラフト・千島交換条約を締結した。カラフト・千島交換条約の成分はフランス語である。ロシア語及び日本語は、 成文ではなく、また条約において公式に翻訳されたもの、公文でもないため、条約としての効力は有していない。日本語訳文には、第二巻のクリル文島の部分に、食い違いがある。ここにおいて、問題とされるのは、河川部の、定関市、グループ、の、島、島々、いわゆる、クリルである。これをつなげると、クリル諸島の特定のグループという意味になる。また、 チャイル以下の従属説が常勤用の訳文の現在、自ら所有するところのに相当するが、この制限用法の関係代名詞は直前のクロールズではなく、一般名詞のングループを修飾すると解釈するのが自然である。つまり、成分のフランス語の意味するところは、いわゆるクリル諸島の中の現在所有するところのグループということとなる。一方、日本語訳文では現行書量。 クリル軍島と訳されており、グループに対応する語として、軍という字が現れるが、単独の語として訳されていない。従って、原根書量、クリル、軍島はすべて同じものを指すとの解釈が成り立つ。このため、日本語訳文では、クリル軍島がここで挙げられている、エトルフ水道より、北の18島だけのように見えるが、フランス語成分では上述の通りそのように解釈は、成立しない。 また、フランス語成分では、従って、常日のクリルの諸島のグループは、日本国に属するとされている部分が日本語訳では、落としており、それに代わって、至近時後、クリル全島派日本帝国に属しの句が、挿入されている。いずれにせよ、日露は新条約において、ウルップ島より、南、エトルフ島以南の、いわゆる北方四島はすでに、日本領として確定していたため、 カラフと、千島交換条約において、この語訳が問題となることはなかった。いわゆる北方領土問題では、この条約での千島列島の範囲が争点の一つになることがある。サンフランシスコ講和条約で千島列島を放棄したが、日本政府の見解では放棄した千島列島にエトロフ号を含んだ、いわゆる北方領土は含まれないと説明される。 この再放棄した千島列島の定義として、カラフト、千島交換条約、第二巻による、クリル列島とは占ない、森島、シュムシ島からウルップ島とされていることを、根拠の一つとすることがある。しかし、この文言解釈による主張は、条約として、効力のない日本語訳文を元にしており、複数の学者がフランス語成分からは、このような解釈は成り立たないとの指摘を行っている。 なお、第7回衆議院外務委員会で、西村熊尾政府委員、外務省条約局長は、明治8年の交換条約でいう意味は、いわゆる日露間の国境以外の部分である千島のすべての島という意味でございまよう。ですから、千島列島なるものが、その国境以北だけが、いわゆる千島列島であって、それ以南の南千島というものが、 千島列島でないという反対解釈は生まれないかと思いますと説明した。この説明は国内的に1956年2月に正式に取り消され、その後は北方領土は日本固有の領土であるので、日本が放棄した千島には含まれていないとしている。カラフト千島交換条約は平和裏に定約された領土交渉であり、 千島列島全体の返還を主張する論が存在しており、特に日本の国会に議席を持っている政党の中で、日本共産党は、このカラフと千島交換所を根拠にして、ウルップ島以北を含めた全千島の返還を、ソビート連邦及び現在のロシア連邦に要求している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。